以前ね、この TP-LC 紹介させてもらったんですけども、どんな感じで ゆうさんは使われるんですかって聞かれたんで、今回工具を入れていこうと思うんですけど、こういう手持ちのバッグにこういうのかけるの本当助かるっすね。めっちゃ助かります。もう腰道具軽減になるんで、はい、お疲れ様です。以前ね、この TP-LC 紹介させてもらったんですけども、ちょっと視聴者さんとか仲間からどんな感じで ゆうさんは使われるんですかって聞かれたんで、今回工具を入れていこうと思うんですけど、以前ね、僕の動画見てくれた人分かると思うんですけど、これ僕金物工事をするために組んでたんですよ。でも急遽今回血栓があったんで組み替えたんですけど、こっちをね、逆に血栓用にしようと思います。でこれを元の金物工事に使ったら一回一回入れ替えんでいいなっていうことで入れていきます。より専用のストリッパー、この下の広いところいきます。 VCTF125 用のストリッパー。ちょっとこの開き系は難しいですね。開いちゃうんですね。なんかクリップかなんか入ってるかもしれないですね。圧着、ハサミ、ハサミも僕ね、太さ用で結構開けてるんで、これはケーブルを切るハサミ、何でも切れるんですけどね。はい、丁寧にしてください。はい、横とかね、短絡しても大丈夫なんで。これね、ハサミ。スリッパ多いですね。スリッパ多いんですよ。例語とかね、このちっちゃいので言ってますね。ケーブルクリッパー。これは怪しいな。あ、もうできた。あ、いいですね。しんどいですね。幅が。クジラ、黒金、ナイフ、ブキレア。これ075のストリッパー。そこバッチリですね。そこバッチリですね。逆にじゃあ。開き系はこの広いところに行きましょう。で、絶対必要な検電器、ここですね。細かいね、ペン差しみたいなポケットもついてるんで、血栓でね、ちょっと加工する時もあると思うんで、ここ死んでるでしょ。キリがね、よく使うサイズのキリを入れといたらいいかなと思います。どれもキリでも、はい、それ用ですもんね、完全にこの大きさは。で、これ国際産のパイプピッチマーカー、ボックス加工も伴ってくるんで入れとこうかなと。国産のバリトリコン。バリトリコンも欲しいんですよね。いいですよ、これめっちゃ便利ですよ。ここにはスケールをね、つけとこうかなと。ちょっとしんどいですね、このヤスリは長くて。普通の細かいヤスリだといけそう。そうですね、小さいやつやったら全然いけるでしょうね。大ドライバーも無理か。無理ですね。長いですね。ジョカリさん。ジョカリさんいけますね。デンドラボール。これぴったりですね。ぴったりですね。あとはビットとか、ここに横にぴょんとかけとこうかなと。あとはバンでね、ちょっとこう狭いとことか、L ソケとか便利だと思うんで。ぴったりですね。僕ソケット好きなんで。ソケットも腰にぶら下げてたら重たいですもんね。そうなんですよ。こういう手持ちのバッグに、こういうのかけるの、本当助かるっすね。めっちゃ助かります、マジで。腰道具の軽減になるんで。で、ここにはちょっと今ないんですけど、和語とか小物系、はい、もう圧着とか、この日使うとボンボン入れたろうと思います。まだ裏もあるんでね、まあね、ここはテスター入れようと思います。ちょっと今ないんですけど、ハサミばっかりですね、僕。こんなん入れたりかな。あ、ここにちょっと無理ですね。ここですね。インパクトをぶら下げたかったら、ここにシングルだっていう感じです。あ、まだまだ線のとこ残ってますもんね。まだ余裕なんですよ。こっちの広いとこも残ってるし、はい、じゃあ僕のまあ手持ち工具ではこれぐらいかなと。現場でね、急遽入れとくとかポンポンポンってさせれるように、まあ、開けてた方がね、いいんかなって僕は思うんで開けときます。で、こういうかけるやつとか、この現場でね、こうやってかけとけますし、ちょっと脚立とかにかけたらいいですね。脚立にかけたりね、下に置きたくない人かけれるんで便利です。で、まあ前の動画でも言ったんですけど、ここすごい持ちやすい構造になってます。人間工学に基づいて手が疲れないように作られてるので楽です。この子の後ろにもフックついてるんでね、車に S 字フックとかつけてね、かけといたりぶら下げといたり、ちょっと重たいですけどね。で、なんといってもやっぱりこの強度ですね、下のね。5年保証もついていますって感じで TP-LC の紹介でした。前までね、こちらの TP-4B も僕めちゃくちゃ気に入って使ってたんですけども、金物工事と血栓とちょっと分ける時に入れ替えるのが大変だったんで、これでこっちに金物を入れて、こっちに血栓系をこういう風に集めといたら入れ替える手間もないし一緒に持っていけるんで楽です。でこちらの TP-LC の値段は 23,800 円となっております。購入先のリンクなどはベトさんからもらってますので概要欄に貼っときますのでぜひ見てください。あと前回僕が紹介したこちらの TP-4B やちょっとそこ床に置いてあるんですけど増田さんもねベト5本持ってるんでねこの辺りも全部僕の過去の動画で紹介してますので、そちらも概要欄に貼っておきますのでぜひ、ベトさんこの動画を見て気になったなって方は見てみてください。ベトプロパックさんのね、僕らの動画を見てもらってももちろんいいんですけどもインスタとかでねベトプロパックって検索するといろんな方がね投稿してますんでそういうので見てもらうのも参考になると思います。僕が最近気に入ってるのはコーレーワークスさんという人でね、ベトプロパック好きでその方は YouTube でも出してますしインスタでも投稿してますので、ぜひ見てみてください。今検討されてる方いろんな動画などを見てねぜひ一緒にベトプロパッカーになりましょう。ありがとうございました。バヤとこういうフックかけれるところがあるんでこうやって置いといたらおーいいっすね。どこでもうまいけどこの向きとかやったらちょうど正面向いてどっちの向きでもいけるんですね。うんなんで仕事する真ん横とかにかけてたらこう道具使いながらちょこちょこ直してみたいな使い方ができそうですね。まあ、下でもいいですもんね。下に置きながらこうとかこう作業できる、はい、こんだけガバッと開いてくれるんでほんまに作業しながら使いやすいバッグになってるかなと思う。でホルダーベルトも標準でついてあるんでこの辺もすごい丈夫でいい感じですね。こうやって歩いてるとめっちゃかっこいいですよね。現場で立たれてたら、うん、かっこいい。今まで僕こういうやつに結構ねこうぐちゃぐちゃ入っとったんですよね。でここからはけ取るってなったら探したりする時間がかかってたんですけどこちらでしたら切り回し星鉛筆とかねテープって感じですごい楽です。でこれねまだすごいところがありまして今僕鉄管工事系しかできないと言いますかに特化したやつなんですけどやっぱ僕電気屋なんでやっぱ電気工事もおのずとして一緒にやるんですけどもこんな時にですねここは何かと言ったらこれはね多分ねこういう風にかけて現場で置いといたりするのももちろん OK なんですけど増田さんが愛用してるベトプロパックにこうやってセットもんにできるんですよ。これで血栓もできる楽配管工事もできるいやこんなに便利なものはないぞと。新たに追加した MC なんですけど今までのとちょっと違って、この2面あるんですけど片側のポケットがすごく大きくて一つ一つが大きいパターンなのでこのねクランプとかこのチェッカーラインチェッカー通雑誌に使うチェッカーとかがこうすっぽり収まってテスターもちょっともう入り込むぐらいですね。入ってさらにこういうちっちゃいインパクトなんかもここにすっぽり収納できちゃうんでなかなかこの大物って入れるとこにそうですね、コンパクトやのに大容量でしかも両面収納スペースがあるんでこっちは今までとだと似てて細かいのもさせるしペン刺しもあるしこれの先ちょっと何入れていこうかなってちょっと悩んでるんですけどこれから楽しみで考えながら使っていきたいと思います。腰袋ぐらいのサイズのバッグなんですけどこんだけぎっしり詰まるとさらに前にもポケットがあるんでビット刺したり細かいもの入れれるんでこれのちょっと1本ずつ出してどんだけ入ってんのちょっとやってみたいと思います、はい、これってちなみに腰袋にもやろうと思ってできるんですよね多分。そうです。ベルト通せますもんね。通せるしここにフックがあるんで、はい、これ単品とかやといけるかなって感じですね。なんかアメリカとかではやってそうですね、うん、大工さんとかね、はい、僕はこれをもう常に現場で持ち歩いて最前線で買おうかなと思ってます。まずこれでかいですよね。高さ立てた状態で56センチで幅が33センチあります。かなりでかいですね。かなりでかい。なんで中身の方もすごい大容量で今までの一番大きいかもしれないですね。えぐいですね殺量が。それで垂直ポケットが今回46個あるみたいです。垂直ポケットとは垂直ポケットと、この縦に入れれる、ベトさん独特というか特徴のあるこのポケット46個も46個あるみたいです。裏にもあるってことですか。両面開くようになってるんでこんな感じで裏の方がちょっと大きいのかなポケットがでこうベランって開かないようにこうちょっと止められてるんですけどここ緩めればガバって開くようになります。でかいですね。はい、楽勝。ちょっと短いの上で。はい。気持ちいいですね。そうですね。ハイファンとさせていけるから。入りすぎるんで、正直46個もあるんで、46個も持ってないな。まあソケットとかね、ビットとか細かいの入れ出すとどんどん入るけど、ちょっと順番がバラバラになっちゃうんですけど。まあでも配置考えでもサクサクさせていけるのは楽ですね。そうですね。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。